つもありがとうございます。パーソナルブレイクでモッサンですね。はい、ちょっと2日目になってしまいましたが、はい、どんどん PB していきます。まあ今日はちょっと早めに PB をして、でちょっとできる限り発送、まあ作業も多いんですけど、まあちょっと午前中にだいたい片付けましたんで、パーソナルブレイク向きではないんですよね。これやっぱこのベロがついてるから、やっぱなかなか、こう、ちょっとね、1時間に3名様か、まあ、よくて4名様ぐらいしかできなくて。なかなかね、時間がないもので。時間がないというか時間が足りないですよね。よいしょ。はい。まあでもね、ちょっとまあ空き時間でやらせていただくという。まあでもあまり滞留しないように。やってます。はい、行きます。レギュラー届きましたらご確認ください。今永さんとハーパーですね。はい。東郷さん。大勢さんと。ベロさんですね。これの75。はい。宮城さん。ね、インサートも1枚入ってるのと2枚入ってるのと、インサートとシリアルが入ってるのと、村上さんと藤波さん感じですね。まあ、パック1何かしら入ってるような、はい、大勢さん、吉田さんとゲレーロ、たっちゃん、おたにさん、ジャッジ、近藤さん、はい、桜パラ、中村さんと山城さんですね。はい、これの99。シリアルが2枚目ですね。まあ、なんか、だいたい、あ、サインだ。オレンジはチームカラーだっけ？はい。お、Gロットだ。で、ここの中の色なんだよね。で、これなんか色ついてんのかな？ゴールドっぽくない？色的に。これ25だったらゴールドってことだよね。ここの、ね、中の色だよね。ほら。ね。25。うん。はい、ジローってきました。なるほどね。昨日わかんなかった。なんでわかんなかった。はい、山田さん。なんで。そんな感じでした。はい、源田さんとダルビッシュ。マキさん。マッソルさん。岡本さんとボット、ダルビッシュさんと50のモレノさん、ルキです。まあまあパッパパッパやればパーソナルブレイク自体は高橋さんですね。多分一箱これ6分ぐらいで終わるんじゃないですかね。カル・ミッチェルもルキですね。うん、99。ああ、坂谷さん、坂谷さん、よいしょ。坂井さんも49日終わったからそろそろカード違うのに変えようかな。
はい、湯浅さん。伊藤さんとケリコ。山川さん。牧原さんと松井さん。あ、松井さんもいいんだ。5人じゃあ、日本人選手。結構いますね。山本さん。で、ラストです。あ、お！サイン2枚。どなた？お、ローガン・ウェブじゃん。おー。エースですよ。しかも、また25なんじゃないの？ほら。すごいね。うん。はい。まあ、うちなくなったら、オフィシャルで購入してください。トップスジャパンさんで購入してください。ね。内容はいいので。すごいね、サイン2枚パターンあるんだね、普通に。まあ出ないのもありますけど、こうやって出るのもあるので。しかもゴールド2枚だもんね。2012年のね、トップスの日本版、アジア版を出し始めた頃からこのくらいの生産数とかにしてやれば、まあ、かなり盛り上がったんですけど、やっぱりこう見積もってる量がもう格段に多いので。まあ3年前なんてすごい多かったでしょ、まだこのメジャーリーグの日本版とかね。そう考えたらね、うん、と思います。はい。シリアルが4つでしたけど、サインが2つ出ましたね。あー、サイン関与してんのかな、シリアルと。ちょっと分かりませんけどね。こう来たか、すごいね。でもね。ほう。はい。じゃあ、こちらでね、発送します。うち一つ PD ですからね。はい。ありがとうございました。